ある日のこと、アーニャ、ネズコ、ベッキー、ダミアンの4人が神社へ来ました。ネズコ、神社来たことあるか？むむ、神社でお願いすると何でも叶えてくれるらしいぞ。むむむ、アーニャちゃん違うわよ。神社は感謝をしに来るところなのよ。アーニャともっと仲良くできるといいな。あら、ダミアン、心の中の願い事がダダ漏れよ。ちげえし、今の願い事じゃねえし。なんかよくわからないけど、お参りしようか、ネズコ。むむ。4人で仲良く神社でお参りをしていると、あ、何かが上から降ってきた。一体なんだろう。これは紙みたいだな。よし、中になんて書いてあるんだろう。見てみるよ。あれ、これは呪い？呪いって足が呪いってことか。違うわよ、アーニャちゃん。呪いって恐ろしいことが起こるってことよ。誰かのいたずらじゃないのか？むむ、呪いの紙が神社から落ちてきたその時、あれ、あたりが暗くなってきた。真っ暗になったわ。あれ、明るくなった。ね、なんだこれは。体が全然動かない。私たち阿弥陀仏の上に立たされてしまってるみたいね。むむ、一体これは誰のいたずらなんだ。立ち悪いな。わあ、突然白い手が現れた。白い手に体を動かされてゆく。大丈夫、アーニャちゃん。むむ、ああ、白い手に連れ去られて、その先にあったのはまた呪い。ちゃんが呪いの白い手に連れ去られてしまったわ。あれ、私の体も白い手に連れ去られて、あれ、私がたどり着いた先にあったのも呪い。おい、あいつも連れ去られてしまったぞ。むむ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 。おい、あのムームーいうやつも連れ去られてしまったぞ。もしかして俺様も。あれ、何も起こらないじゃないか。よかった、やっぱりタチの悪いいたずらか。あれ、やっぱり白い手がやってきた。俺の体も線の上を動かされていく。俺がたどり着いた先にあるのはやっぱり呪い。みんなも神社へ行ったときは呪いの紙拾わないように気をつけてね。神社へ行くときは騒がず静かにお参りしましょう。ふう、呪いの世界ちょっと怖かったぞ。みんなは神社に行ったことあるか？神社に行ったことあるっていう人はグッドボタンを押してくれるとアーニャとっても嬉しいな。この動画が面白いなと思ってくれた人もグッドボタンを押してね。神社行ったことある人はあるよってコメント欄に書いてね。ない人はないよって書いてくれるとアーニャとっても嬉しい。みんなのコメントお待ちしてるよ。それじゃあ今日はこの辺で。じゃあね、バイバーイ。動画を最後まで見てくれてありがとう。メリーからのお願いメリー。朝ゲームの画面でこのチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押してほしいメリ。そう、YouTube のボタンをポチッと押すメリよ。そうすると
朝ブームの楽しい動画が毎日見れちゃうんだよね。シールや塗り絵、いろんな動画がたくさん。おしゃれでイケてる動画が見つかっちゃうかも。楽しい動画たくさん用意してるので、チャンネル登録して朝ブームの動画いっぱい見るメリよ。そうそう、動画のここにあるアイマークをタッチすると朝ブームの他の動画が出てくるメリ。タッチしていろんな動画を見てみるメリよ。これからも朝ブームよろしくメリ。